今日は花畑でできた球根について話します。たくさん球根が取れたのでメルカリに出品してます。あみという名前で出品していて今シーズンはママ出品してますね。 結構出品してます出品も後半になったんですけどこんなふうに出品のしたやつがあります。ムスカリだったりスイセンのミックス品種だったりクロッカスだったりとはチューリップ。 ミックス色とかあとは分けありでこんなのあこんなの分けありで売ってるかな。傷物とかはん皮が剥がれたやつとかあとは水仙とかあとブルー系6品種。 クスで出品したりとかいろいろ作ってるので全部は植えられないのでメルカリで出品してますうんとやっぱりムスカリかなぁムスカリは競争率が激しいですねなかなかムスカリは売れません あと今回はラケナリア冬っていうか11月から12月に咲いたラケナリアこれなんですけどこれも出品しました結構空港が増えたので出品しました い、ね、うんと出品が始まったのは8月末あたりからかなあまり厚厚さがちょっと落ち着いてきた頃から出品してましたあとはこれプスキニアプス,カプスキニアも結構いっぱいになったので。 うんとミックスで出品しました。とはブルーマジックはなんか全然売れないですね綺麗な鮮やかな青色なんですけどアルメニアカムと似たと思,思ってらっしゃる方が多いみたいでまあ似てるのは似てるんですけど きれいな鮮やかな青なんで私的にはすごくきれいだと思ってるんですが全然売れませんあとはうんと売れ残りこれミックス水仙売れ残ってるかなミックス水仙とムスカリの詰め合わせこれも残ってますねあとは大体売れたかなと思うんですけど 花にらもあの分,分解しないで出品してみましたこう呼吸がついたままこん,こんな状態こんな状態で出品してみましたうんと今回はたくさん買っていただいたあのお客様もいて結構 売れましたね。プスキミア。多いですね。とクロッカスも結構出品しました。今シーズン。ここまでが。今シーズン出。ここ、ここ除いて。ここの上までが。今シーズン出品したやつです。うんだんだん仕事も。 始ままっっててききたたんで出品のペースが鈍ってきましたねあとまだもうちょっと出品したいんですけど暇を見てちょっとずつ出品してみたいと思います。こんな風にしてメルカリで出品してます。 以上です。